どうも皆さんこんにちは、こんばんは、コムドットです。おぬくんです。ということで、今回はね、第2回目の MW2 ベータがやってきたということで、ようやくですよ、もう2回目から、PC 版の人たちも参加できるようになったっていうので、失われた人権をね、取り戻すことができたってことで、私も一 PC プレイヤーなんでね、すごい今回の2回目のベータ版楽しませてもらっているんですけども、どれぐらい楽しんでるかって言ったらね、もう僕、4時間半ぐらい、配信でこう、ぶっ通しで MW2 ずっとやってて、もう結構狂気じみたことやってるんですけど、どうでもいいと思うんですけど、僕が配信するときってもう大体1時間とか、もう長くても2時間とかなんで、もうその倍以上をね、こうなんかもうドハマりしてこうやっちゃうぐらいにはすごい MW2 のベータ版楽しいんですよ。ただね、今回この動画で話すことはね、ちょっとね、ちょっとなんかネガティブなことを言っちゃうんですけれども、勘違いされてほしくないんで先にね言っておくんですけど、別にこれベータ版としての評価なんで、別に MW2 がクソゲーだとかっていう風に言いたいわけじゃないんで、そこはちょっと勘違いしないでください。これ先に言っとかないとね、怒られそうだからさ、あくまでね、そのベータ版としての評価を、させていただこうかなという風に思います。なんでねこの動画を撮っているかっていうと、僕ね第1回目の時、PS4 とか PS5 でしかこうベータ版が遊べなかった時にも一応ね動画を出させてもらってるんですよ。なんかベータ版をやってみた感想みたいな感じでね、ゲームの評価みたいなことをね、語ってる動画を出したんですけども、やっぱこう初期型のね PS4 でやってたっていうのもあって、ゲームの評価というよりかは、ラグがどうとかって、やっぱそっちにこう話のね重点が置かれちゃってたので、あんまゲームの評価自体はそんなできてなかったかなっていう風にちょっとね、反省点があったんで、今回は PC 版でね、せっかく PC でやってるっていうことなんで、ゲーム性とかにねこう話の重点を置いて評価していこうかなという風に思うんですけども、ちょっと先にね一個言いたいことがあって、まずね PC 版で MW2 を買おうとしてる方向けにね、一つだけね助言したいことがあって、それが何かっていうと、今回ね PC 版で買うってなると、Steam 版とバトルネット版の2つに分かれちゃってるんですよ。でこれどっち買おうかなっていう風に迷ってる人もいると思うんですね。でこれ単刀直入にいいんですけど、僕はねこれバトルネット買った方がいいと思います。これなんでかっていうと、単純にね Steam 版だとね、そもそも Steam がね結構サバ落ちするんですよ、あそこって。実際にね今回のベータ期間中に、バトルネットで買った人は全然プレイできるんだけども、 Steam 版で買った人たちだけで、アップデートを確認中のためゲームがプレイできませんみたいな感じになって、一定時間もう数時間ぐらいずっとゲームができないみたいな状況、バグがあったらしいんですよ。でねこれどっち買っても同じ値段がするわけなんですよ。みんなねこう同じこう対価を払ってるのにもかかわらず、 Steam 版を買った人たちだけゲームができないっていうのは、俺これ普通に許されないことなんじゃないかなっていう風に俺は思うんだけども、実際にそういうバグみたいなものが起きちゃってるん でしかもねこの動画を撮っているのが9月の24日なんですけど、今台風がね発生してるんですよ。でこの台風によって今いろんなサーバーっていうのがダウンしてて、YouTube とかも今すごいダウンしてるみたいな感じで、 Twitter のトレンド入りしてるぐらいなんですけど、いろんな SNS のサーバー状況が見れるみたいなサイトあるじゃないですか。であそことかでもね台風の影響なのかな、こう Steam 版もねダウンまでは行ってないんだけど、ちょっと危ないですよみたいなとこまで行ってるんですよ。でこれと同じ時間帯にねバトルネットのサーバーの状況ってどんな感じなのかなっていう風に思って見てみたらね、全然ね普通に作動してるんですよね。だからバトルネットとスチーム版やっぱこう比較してみると、バトルネットの方がこうサーバーのあれが強いのかなっていうか、強いっていうか単純にスチーム版がね人多すぎるし、結構大規模なさサイトだからさ、やっぱ必然的にちょっとサボ落ちしやすいのかなっていう風に思うので、実際にスチーム版って結構ねサボ落ちするみたいな話聞くじゃないですか。これはね僕のこう体感的な話だからあんま真に受けないでもらっていいんだけど、ただやっぱどうしてもねこうスチームだとサボ落ちすることがわりかし、ちょっとこう頻繁にあったりもするっていうので、そういうのを鑑みてみると、バトルネット版を買った方が僕は確実なんじゃないかなっていう風に思います。どっち買ってもいいんだよ、どっち買ってもいいんだけど、僕は強いてんだったらバトルネットを買った方がいいのかなっていう風に思っております。ただねスチーム版だと購入してから1週間以内であれば返金できるみたいなあれがあるんで、バトルネットはねもう1回金払ったらもう二度と返ってこないんで、そこら辺はね自分で結局は自分で考えてね買ってくださいっていう結論に至るんだけども、僕はバトルネットをおすすめします。はい、ということで PC 版買う人たち向けにねちょっと助言の方をさせてもらったんですけども、本題のね、コールオブデューティーモダンウォーフェア2 2回目のベータ版の評価の方をさせていただこうかなという風に思います。ただねもう僕はプロゲーマーでもなければ猛者でもないということでね、別に僕の話を真に受ける必要性は全くありません。聞き流す程度でね、この動画最後までご視聴いただけた
たらなというふうに思います。まあ、あくまでやってみた感想なんでね、僕の思ったことを話していくっていう、そういう体でね、あの保険の方を貼らせていただきます。よろしくお願いします。で早速ね、あの評価の方をしていくんですけども、まあ、まずね結論から言わせてもらいますね。あの MWS のベータはね、これちょっと点数で最初表そうかなっていうふうに思うんですけども、まあ、今回のベータ版これ点数で言うと70点です。はい。70点です。今回の2回目のベータ版は。これ結構高いですよ。COD にしては普通に高いからね。まあ、ただこれ僕にとっては70点なだけであって、みんながみんなそう思ってるわけではないというか、結構ね、今回のベータ版はね、バラバラなんですよ。みんなの評価が。なんで普通にね、点数で表したらなんか 0.03 みたいな、こう、コンドームみたいなね、数値の点数を叩き出す人もいると思います。もうマジ2回目のベータはね、顕著にこう、なんか人によって評価が変わるんで、結構、難しいところではあるんですけども、まあ、まずそもそもね、めちゃくちゃ、ラグいんですよ。うん、めちゃくちゃラグい2回目のベータ版に関しては、これなんでかわかんないんだけど、まあ、おそらくね、1回目の時と比べると、なんかこう、ゲームモードとかが、まあ、割と追加されたりとかっていうのがあるから、しょうがないんですよ。うん、ベータ版なんでね、うん、しょうがないところではあるんだけれども、2回目のベータは、やっぱ、そういうモードの追加とかに伴って、なんかめちゃくちゃラグかったなっていう印象を受けました。な、僕が配信してる時もね、すげえなんかゲーム途中でなんかこうクラッシュしたりとか、なんかね、部屋すげえラグかったりとかっていうのもあったんで、まあそういうところでね、MW2 のなんかベータクソだなみたいな感じで怒ってらっしゃる方もいるんで、まあなんか、まあ怒る気持ちもわかるんですけど、まあ第一印象としてはなんかすっげえラグかったなっていう、もうまともに打ち合いできないレベルですっげえラグかったなっていうのを、まあ思ってしまいましたね。まあ部屋によりけりなんですけど、まあどの部屋に行っても、まあある程度こうなんかラグがつきものみたいな感じになっていましたね。まあそこはまあしょうがないですね。はい。でまあ僕がね、100点満点中70点っていう評価をしてね、まあ30点減点してるのにはこれ1個理由があって、まあこれもね、ちょっとまあ僕のね、普段のプレイスタイルのせいでもあるんだけれども、まあ今回のね、MW2 のベータ版はね、めちゃくちゃ待ちが強いなっていう風に思った。まあこれはね、1回目の時でもまあそうっちゃそうだったんだけども、なんかすごいね、待ちが強いなっていう風に思ったんだよね。まあこれなんでかっていうとね、僕も最初ね、敵のこうなんかディスチにね、こう突ってなんか敵なんか倒してね、なんかディスチ変えてやるぜみたいなね、こうなんかインターネットヤンキーみたいなこう動きをしようと思ったんだけど、もう全然ね、突してもね、倒せないんですよ。まあもちろんこれなんかお前が下手くそなだけだろうっていう風に言われるかもしんないんだけど、そもそもね、足音がめちゃくちゃでかいの。もうなんかエイペックスのオクタンが走ってるみたいな感じで、なんかこうドン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 みたいな感じですげえ音がするから、相手からしてみればね、なんか今こっから敵が来てるなっていう風にもう一瞬でわかるんですよ。もう下手したらスピーカーでもわかるんじゃないかっていうぐらいの音量で、すっげえ足音がうるさいのね。でしかもね、これまあ製品版になったらまあ修正されるのかもわからんけども、なんか1回目のベータ版の時からね、スライドキャンセルができないっていうのと、リロードキャンセルができないっていうんで、なんか意図的にね、凸を弱くしてるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。まあなんかこのスライドキャンセルに関しては、なんか謎のテクニックを駆使することによって、なんかね、スライドキャンセルができるみたいなね、言ってる人もいるんだけども、まあ仕様としてはまあスライドキャンセルできないんで、多分その小技のね、なんかテクニックみたいなやつも、まあ、もしかしたら修正されてなくなる可能性もあるんで、でまあリロードキャンセルはもう確実にもできないっていうことで、やっぱバンバン突撃するプレイヤーの人たちからしてみればさ、この2つができないってすごい痛手というか致命的じゃないですか。僕的にはね、この2つは全然復活してもらっていいっていうか、もう特になんかスライドキャンセルがなくなって喜ぶのは COD のイースポミンだけなんじゃないかなって俺は思ってるんで、まあただどっちかっていうと、まあスライドキャンセルよりもね、こうリロードキャンセルをできるようにしてほしいなっていう風に思うんだよね。うん、だからね、この2点ができないせいですごいね、凸がやりにくくてしょうがないんですよ。でみんなね、俺持ち強くねとかってなんか察したのかわかんないけど、結構なんかこう ガン待ちプレイヤーみたいなのもなんか割となんか増えてるんじゃないかなって、まあ僕の体感的にも思ってるんで、でやっぱこう実際ね、まあ突るよりもこう待ってた方がやっぱ圧倒的にね、キルしやすいんですよ。まあ当たり前なんだけどね、まあ FPS 自体それは待ってる方が強いわなっていう話なんだけど、まあ、やっぱこう突がね弱すぎるがゆえに、必然的になんかね、もうなんかもうガン待ちスタイルで行くしかないよねみたいな風になっちゃうんですよ。だからそれに我慢できる人じゃないと、ちょっと今回の MW2 はね、なかなか楽しめないんじゃないかなっていう風に
思います。まあ、もちろん、まあ、中にはねプロゲーマー並みに上手くて突撃しまくってもね足音聞かれても関係ねえぜみたいな感じでね、まあ、上手い人だったら突撃してもキルできるかもしれない。ただ今回はあくまで、一般的な実力しか持ってない人の視点で、ちょっと言わせてもらいますね。まあ、ただどんなに上手くても間違いが強いことに変わりはないので、なんかねもう突れないんだったらもうクソゲーじゃんみたいな感じでね思う人もいると思うんですよ。 COD 民だったら、うん、やっぱ COD ってこうなんか突ってねなんか敵バンバン殺せなんかリス値変えてみたいなね、やっぱそういうのを好む人がいるじゃないですか。僕もそうなんですけど、だからその生粋のね突プレイヤーみたいな人が MW2 をやると、まあ結構地ヘド吐くことになるんじゃないかなっていう風に思うんで、まあそこはねまだベータ版遊んだことがないっていう人はちょっとそこをね覚悟してからやった方がいいと僕は思います。その上で70点という評価をさせていただきました。でまあこっからはね僕個人の考えみたいなところになっちゃうんですけど、まあもちろんね MW2 ね普通になんかこう画質が綺麗とかね音がリアルとかそういうなんか小学生みたいな感想ではありながらも、確かにねめちゃくちゃ画質綺麗なんですよ。音もすっごいリアル、そこはねこのゲームのいいところではあるんですけれども、なんか僕自身はねぶっちゃけなんかそういう画質が綺麗とかってさ、なんかそんなもうなんか3日で飽きるわみたいな、うん、なんか正直画質がねあんま気にしてないんですよね。だからまあよほどのねなんかガンマリアみたいな人じゃない限りは、結構ね COD 民だったら割となんか画質とか音質はなんか割とこうなんかどうでもいいって思ってる人多いんじゃないかなっていう風に思うんだけど、やっぱね変にこうなんかクオリティをね上げすぎてるがゆえに、やっぱね今回のベータ版とかまさにそうだけどめちゃくちゃラグかったりとかするから、結局ねどんだけ画質が綺麗でもなんか任天堂スイッチみたいなこうフレームレートでカクカクだったらさ、やっぱ元も子もないから、もうこなんかラグがないっていう状態が担保された上で、まあ画質をね綺麗にするとかっていう風に俺はしてほしいなっていう風に思ってしまいましたね。まあもちろんまあ綺麗に越したことはないんだけどもね、まあ、ただやっぱ本当今回みたいにねなんかラグとかゲームのクラッシュが起きまくると、なんかねもう画質動向の問題じゃなくなっちゃうじゃないですか。でまあ別になんか画質がリアルだったら入るかって言われたら別にそういうわけではないからね、バロラントとかもまさにそうですよね。もうゲームとかねなんか Windows XP みたいな画質してるけど、でも、ね、めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。だから結局はねこういかに僕たちユーザーがねストレスフリーにゲームをできるかっていうのが割と、まあ、流行る流行らないの鍵を握るんじゃねえかなって俺は正直思っているんで、運営の方にはねそういうところに力を入れてほしいなというふうに思うんですけども、まあそれができたらオワコンになってないわなということで、この辺で終わりにしたいと思います。皆さんもね MW2 のベータ版やってみた感想とかねコメント欄で書いてくれると幸いです。お疲れ様です。バイバイ。We'll be right back.